はね1987年11月に浸水されていまして、もうかれこれ34年が経つんですけどね、まだまだ現役、全然頑丈でガンガン走ってますよ。2500万だったら24ぐらいで、24乗ったぐらい。巡航では何回転？私は2000回転で15、6で走る。オーナーのフェイレにより綺麗にされています。全体的に大きな痛みもありませんので、まだまだ十分使用可能です。イケスは4つあるんですけど、現在は2つだけ使用されています。こことここをメインに使ってるんですね。あとは全部物入れとなっております。これはシーアンカーなんですね。はい、シーアンカーです。ここの保管場所には水道があるんですよ。釣りの後には真水でいつも綺麗に洗われていますよ。車も横付けできますしね。これは電動リールの電源です。工具箱で作ってありますね。デッキの上もしっかりしていますよ。ここからここまでが55センチ、ここからここまでの高さが56センチぐらいでした。これだけあれば前後デッキへの移動も余裕ですね。アフトデッキも年式の割にはしっかりしています。ここにもイケスがあるんですね。あとは物入れと、ああ大きな火事だな。すぐして切り替えんな、こんなのありますよ。はい、ね、オートパイロットを使うときはこれをまっすぐしょって切り替えんな。回りますね。はい、回りますね。これで動きますよ。かじリモコンもチェックしました。きちんと動きます。あ、ここにも電動リールの電源があるんですね。これは何のあれですかね。正面するの。うん、正面。あ、ここに乗って、はい、ここに乗ってこうやってするんですね。はいはい、何の台だろうと思ったら、そういうことですね。集魚とスパンカーがセットされています。発電機は三菱の15キロワットが搭載されています。ここにもついてるんですね。この人はなんですよ。ああ、このラーク、これつけてやりますよ。本当ですか。これやプラスで下が回ります。でここも、あとじゃあ中を失礼しますね。ドアの開閉がちょっと固めですね。上開きますよ。操船室は長年の使用感があります。その下はライフジャケットが入っています。この黒い板の下にライフジャケットがありました。この黄色いのが安定器ですね。広いね、奥。 GPS、レーダー、魚探、古いですけどまだ使えます。メーター類やかじリモコンも問題なく作動します。ここで操船するにあたっての支障はございません。オーバーホール3年ぐらい前したんですけど。オーバーホール3年前に、はい、150万円ぐらいかけて、はい、どこをオーバーホールしたんですかね。山上やったんです。いやいや、あのどこの場所を。あ、これ全部上げたんですよ。あ、ヘッドを全部上げて、はい、側だけ下だけ残して。あ、下だけ残して。その後はどんな使い方。全然使えた。何回ぐらい出てらっしゃいました。1週間に1回か2回ですかね。1週間に1、2回。